こんにちは、マリンです。今日は今から髪を切ってきます。もう伸びちゃったんで、まあどうしようかな、伸ばそうかなと思ってたんだけど、夏暑いので切ろうかなと思います。まあね、長ければこう結べばいい話なんですけど、髪切りたいと思ったら切りたいモードになっちゃうと、もう切っちゃえみたいな。なので行ってきます。では変身。ただいま帰ってきました。あっさりあっさり切りました。軽い。もうこのくらいは切りたかったんで、もう大満足です。この時にかけた時にもここに髪の毛が挟まって、あーみたいな、ハンっていつもやってたのがないの。ほんとバッサリいったんだけど、よかった、切ってよかったなと思います。すごーい。ちょっとアレンジして遊ぼうかな。夏はさっぱりでいいんです。何感っていう、エアリー感、空気感ですか。私のね、髪を切ってくれてるお姉さんがすっごいいい人で、私大好きなんですよ。前は自分でカラーリングも自分でやってたんだけど、もう最近はそのお姉さんにやってもらって、ほんと上手で、お話も楽しくて、でまあ話の流れから YouTube やってるよっていう話もしたら、登録もしてくれて見てくれてるっていうのもありがたいですね。ちょっとウェーブつけて遊びます。こんな風にしてもいいかもね。いろいろアレンジできそうです。なんか楽しい、短くても楽しいね。この長さはこの長さなりのなんか楽しみ方があるのかなと思って、いいですね、いいですね。ちょっとウェーブつけるとこんな感じ。なんか適当に美容師さんからしたら、そのやり方ってなるかもしれないけど、こんな感じでちょっと毛束取ってうねうねってするのもいいのかなって思います。ここまで短くしたのはすごい久しぶりかもしれない。久しぶりというか、いつぶりだかわかんない。こんな感じでちょっとね、ウェーブつけてもいいかなって思います。ニューマリンさんの出来上がりです。50女マリンさん、わー嬉しい、短いの嬉しい、大満足です。見ちゃう、いろいろ見ちゃう。ここら辺がありますね、くるくるっとして。はい、こんな感じでイメチェンしました。ニューマリンさん誕生です。はい、今日も見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。